大乱闘スマッシュブラザースペシャル、イエーイ。はい、というわけでおはようございます。ティラット申します。今回はですね、大乱闘スマッシュブラザーズ、スペシャル、今回はいつもと違って普通のプレイの方をしていきたいと思います。まあね、ちゃんと普通にも、いや、あんまやんないんだよね、僕。普通に大乱闘をライブを始めてからやらないんで、ちょっと今日はね、企画を考えたんでね、早速やっていきたいと思います。噛んだね、ごめん。で、今回のこの大乱闘の団体戦でね、3-3または5-5で勝ち抜きのように中堅副将大将みたいな感じでね、勝ち抜きをしていくもんなんですけど、これをやっていきたいと思います。まあこんな感じですね。3-3で、今回3-3ちょっとやるんですけども、まあ、こういう感じで3-3に選択してファイターを、で、お互い3-3で勝ち抜いていくっていうルールですね。じゃあね、今回私が使うファイターはですね、今回私が使うのは全員俺です。俺3人で戦います。なになになにと。俺3体で戦おうと思います。いや、そういうわけでね、もう自分、ミーって、3種の中から選択できるんですけど、全部3種とも作りました。なんて痛いの。どんだけ痛い子なの、僕。というわけでね、僕、どんな相手が来ても、いけます、これで。3人のティラで、どんな団体戦も勝ってみようと思います。よろしくお願いします。はい、画面こんな感じですね。先方、中堅、大将、3人の場合はこうなります。2番目と4番目が入った時は、副将やね、時報が入るんですけど、いやー、今回はね、3-3の団体戦、全部俺で頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。3DS の時は結構使ってるんですけど、どうなんですかね。レベル9なんで、今回のレベル9はね、結構レベルが高い。追撃に結構行くっていうタイプなんですよね。ちょっと待って、ウルフさん強いっすね。ウルフ知らねえんだけど、ウルフ知らねえキャラだな。はい。うわ、うまい！やべえ！俺が下手なのバレるじゃん！ちょっと待って、俺下手じゃん！やめろ！おっと！ははは！よっとこっと！戦わずして勝つ！これが戦法です！違うでしょ。はい、もう、いったよ。これリードですよ。一歩リードしました。ここからね、ここからもうね、ちゃんと戦います。うまい！コンピューのね、投げの精度、超反応がすごいですね。うわぁ！まだだ！うわぁ！なんもできねえ。もう全部ティラじゃん。全部ティラでいきます。よろしくお願いします。さあ、ガンナミーなんでね、こちらは遠距離を仕掛けていきたいところ。まあサム、お互いね、こっちにはリフレクターあるんで、これ結構有利ですよ。こうやって返せば、サムスはね、結構相手に恵まれたと言えるんじゃないの。しっかり飛ばせれば、えい、お互い遠距離だったらこっちの方が有利なんで。はい。迎撃してニュートラル当てる。いいっすね。まあ、さすがにこれ当たんねえか。あ、うまい！スクリューアタックの使い方うめえな。はい。うわ。近接はコンピューの方が一歩上に！一歩上じゃねえか、お前の方が。やるな。くそ、まだ、ちょっと待って、こいつ強えぞ。よし、はい、終わり。今のいいっすね。まあ、ワリはね、言うて飛び道具はそんなないから。くそ、ふっ、あ、やばい、回避生まれた。よし、追い払っていきましょう。どんどん追い払おう。このミサイルがあるんでね、ミサイルを撒き散らしつつ、
牽制して迎撃をしていけば 30%、40% いきましたね。もう 40% いきましたよ、これ。多いですよ、 50% ですよ、これ。はい、ミサイルとこのガンナーチャージで詰めていく。よし、うまいよ、今の空、これはうまい。はい、上強からのこれお、いいぞいいぞ。これガンナーミーだけど終わるか。はい、あー、ダメか、入んねえか。え、あー、くっそ、やばい。こいつ来やがる、やっぱ追撃に。しっかりね、コンピは追撃に来るんで、今までより攻撃性能がアップしてる分、自滅の可能性も多い。あー、横強でやられたか。はい、終わり、ありがとうございましたイエーイ、ビクトリーなになにウルフが完全に事故ってたな。ビクトリーやったー、あ、よかった、勝った。次は我らが3人アミーボ軍団ですそう、僕が育てたアミーボの軍団なんで、ひょっとしたらコンピューレベル級より強いかもしれないですね。特にこの最後のこのエリちゃんは能力を振ってあるので、かなり厳しい戦いなんですよ。能力のね、スピリットっていうのがあるんですけど、このゲームスピリットをつけることによってステータスが上がるんですよ。めっちゃ上げてあります、この人。このエリちゃんを最大まで上げてあるので、能力がついていないこのティダさんたちは厳しい戦いを強いられると思います。よろしくお願いします。先方にエリちゃん来たら終わるな。まあ、先方エリちゃんなんだけど、絶望なんだけど、もう絶望引いたぞおい。そういうのやめようよ。よろしくお願いします。いくぜエリちゃん。うわ、 23%52%77% はい、カムイのねステータスが5000になってしまうとこんなことになりますね。あ、でもこっち動きそこそこ通んね。 7% とか通るんで、ちゃんと。はい、迎撃主体にやっていけば射撃ミーでも可能性があります、これ。お、めっちゃ通るんじゃん、チャージショット。そんなに通んの。そうそう、スマッシュがね、4%で片付けられてしまうとかいうのよくあるんで、スピリット縛りだと。うわ、しかしここでね、最後の切り札来ました。最後の切り札、ここで打ちましょう。マスタースパークル、いけ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 、決まった。やっと能力差を覆したなさあ、お願いします、よろしくお願いします。ここで削っておきたいね。やべ、はいはい。うわ、まあ今更なんですけど、ステージがこれ終点じゃないですか。またお前終点かよって思われるかもしれないですけど、これにちょっと理由がありまして、アミーボがちゃんとこうやって戦えるようにするのは終点が最適なんですよね、どうしても。ダンスとかにやっぱりコンピューも適用できないじゃないですか。ああ。コンピューってダンサーに適用できないんですよ。アミーも同じくダンサーに適用できないんですよ。ガンナミーやられちゃった。ティラさん、格闘ミーのティラさんいきます。まあまあね。まあ、まあまあ、五分五分といったらこれでしょう。能力的には。ああ、いいね。いいダメージ。はい。はい。ああ、くそ。あれですか。うまい。うまい、うわー、入ったか。はい、お、入った。ウェビー入ったよ。下投げからウェビー入りましたよ、今。はい、ガンガン詰めていきましょうね。まあ、ただあんまね、格闘技復帰いけないから。うわー、外したか。はい、進まー、ありがとうございました。初戦しおちゃんだ、いけるわ甘く見積もってんな、大丈夫か。初戦しおちゃんだ、いける。お前が三本、お前が大将か。しおちゃんだ、しおちゃん。我らが三本、しおちゃんですよ。勝手に僕がつけたんだけどね。飛ぶねー、飛んでばっかじゃ勝てねえぞ。そうそう、アミーバはね、うまく、なかなかね、うまいこと育てないとね、こうやって飛ぶ行動を繰り返すんで、隙がめっちゃできるんですよね。
あーうまいな。はい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 。あーうん、めっちゃ3番打つじゃん。はいはい、あぶねー。よし、はい、うわー、サンダーソードめっちゃ使ってくんな。いいよいいよ。でもそこれな、飛ぶね、飛ぶのは空中はしっかり防御した。あっいけ勇者ティラー、お前がやれ大将、勇者やぞ、勇者ティラー、いけ。よろしくお願いします。まあ剣ミーもね、飛び道具多彩なんでね、射撃ミーと同じように牽制しつつ間合いを取りながら、こういう風にね、チャクラムが強いんで、やっぱりチャクラム超強いんで、はい、横強していく。はい、うお当たんねえか。はい、横強、はい、チャクラム風何、崖に逃げたな。ああソードダッシュ、今のはいいっすね。連続ヒットなんでね。いや、横強、ありがとうございます。あははは、優勝、勇者ティラー。やったやった。ビクトリー。はーい、というわけで今回はこれが終わりたいと思います。またね、別の企画でね、やりたいと思います。ありがとうございました。ビクトリー。